遊び遊び込む、2歳から遊び込むということが非常に大切である。本園は青い鳥に子どもを守る運動から1953年に始まりました。1953年に子どもを守る運動と同時にキャンプウッドにおきまして日米交流幼児教育が開設されました。1954年青い鳥が移動幼稚園として設立できたわけです。青い鳥幼稚園の移動幼稚園が1955年に湖東幼稚園、湖東第二幼稚園、西原幼稚園、東部幼稚園の設立につながったものです。長きにわたり幼児教育の場を設立してまいりました。1979年から専門学校の設立に入りました。1979年に現在の湖東カレッジ日本情報処理専門学校が設立されたわけです。でここで幼児教育の研究が始まりました。0歳から6歳まで何が大事かということに気づきました。遊び込むということは学び込むことであって遊びの中でいろんなことを学んでいくわけです。充実した遊びの経験が必要である。心身や情緒を成長させ発達させていく、それから社会性を身につける、これが一つですね。二つ目が身近な環境に心を動かす、それから関わりを環境に心を動かされたものに関わりを深めていこうとする子供。三番目に友達を理解して協力して遊びや生活を作り出す子供。この三つがとても大切であるということが0歳から6歳までの遊び込む一つの重要なポイントであると思います。一人一人の子供を大切にしてみんなが分かり合っていく、分かち合っていくという意味で私は本園の目指すものとして遊びを大切にしたい。太平洋の中にね、小さな石をトーンと投げてその輪が大きくなっていくことを期待しております。今私は太平洋の真ん中に小さい石を投げたばかりです。大きな輪になってみんなが一つの気持ちになっていくことを願いながら外国との交流を始めて70年になります。教え込みは私はやらない方がいいんじゃないかなと思います。自然体で子どもが成長していく、これが一番頭の良くなる脳の働きの良くなる方法じゃないかなと思いますから、これは幼児期に育ってしまうということが私は過言じゃないですけども、私の取り掛かった研究の中では言えると思います。自分だけの世界でなくってみんな一緒ということがいつもありますから、自分で蓄えたものは皆さんと一緒にそれを分け合っていこうという気持ちで今おりますから、私はあんまり恐れるものがあまりないですから、幸せな毎日を過ごしております。